ラ・マッタレーナは、イタリア共和国サルデーニャ州、サッサリ県にある人口約1万千人の基礎自治体。ラ・マッタレーナ諸島の島々からなり、保養地として知られる。イタリア統一運動の英雄として知られる、ジュゼッペ・ガリバルディの終焉の地である。標準イタリア語以外では、以下の名称を持つ。サルデーニャ島の北海岸に位置する。オルビアから、北北西へ。 約三三十キ 33km、テンピオ・パウザーニャから、北東へ約四十三キロメートル、州都・カリアリから、北北東へ約二二百十五キロメートルの距離にある。また、コルシカ島のボニファシオから、南東へ約二十八キロメートル、イタリアの首都ローマからは、西南西へ約六百八十キロメートルの距離に位置する。コムーネは、マッタレーナ、カプレーラ、サント・ステーファノ、 スパルジ、ブデッリ、サンタマリーア、ラッツオリの7つの主要な島と、その他のいくつかの小島からなるら、マッタレーナ諸島からなっている。主要な集落は、マッタレーナ島にあり、本土側のパラーウの町からは北東へ約4 5キロメートル離れている。カプレーラ島は、南米ウルグアイの大戦争とイタリア統一運動で赤シャツ隊を率いて活躍し、 二つの世界の英雄と呼ばれたジュゼッペ・ガリバルディが1861年から彼の島で退院生活を送った場所である。彼はここに有名な白い家を建て良い工作人として過ごした。彼がカプレーラ島で死に今では博物館の家とガリバルディの墓が公開されている。2009年に行われた G8 サミットの開催予定地であった。ラ・マタレーナには 以下の分離集落があるマッタレーナ方言は、コルシカ語の一種で、ガルーラ方言に似ているが、ジェノバ方言やラスペーツヤ方言、ポンザ方言が混ざっているので、いくつかの特徴的なニュアンスがある。ありがとうございます。